今日の試合会場エスタディモンテレビの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ注目の決まるか、キーパー反応した、ボールを弾く、中に入れた、絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。このパスはカットされます。気は抜けない展開です。いい位置でカットした。何かしてきそうですが、通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。チャンスにできるか、ディフェンダーがここで食い止める。ブロックに当たる、スローインが与えられます。ロングスローを選択しました。これはいけません。あっさりとパスカット。ここから狙うのか、相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。コーナーキックが入ります。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。味方を走らせます。予感のあった攻撃でしたが結果に結びつきません。いいタックルだ。ボールをキープしました。クロスを狙ってきますか。このボールは外に出てスローインでの再開となります。ゴール前に入ってきました。クロスはマイナス。こういう時こそ落ち着いたプレーが求め、押し込めるか。カウンターも狙えます。カウンターのチャンスが続く。華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。高い位置でカットします。さあ上げたい。ボールを運んでいます。ここはレフェリーがファールの笛、危ない場所でのフリーキックです。キーパーに収まりました。何を狙うのか、危ない場面もディフェンスがクリア。ロングスローを使う。1点リードにできるか。思いっきりよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。相手に奪われます。ゴール前、期待も高まります。ボールを失います。
ボールを前に運んでいます。折り返せるか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。カウンターアタックに入るか。中盤でボールを受けました。前でボールはもらえないと判断しましたか。相手陣内に押し込んでのスローインになります。中央にクロスが入る。クリアして危機を出しました。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。キーパーがコーナーをパンチング。カウンターアタックに入ります。サイドをえぐって中を見る。ラインを割ってコーナーキック。さあボールを蹴った。ここはしっかりクリアしました。中にクロスが入った。いいボールでしたがここはクリア。カウンターのチャンスです。いいプレスです。攻守逆転。サイドのスペースを使います。仕掛ける前にボールを奪われました。ビダル、いいパスが出ました。決まった。ゴール、ゴール。やりましたね。これでタイトルに一歩近づきました。ゴールシーンをリプレイでご覧ください。キーパーはうまく反応しましたがシュートが上回りましたか。ソルラン、相手にボールを渡してしまいました。自陣内で相手のマークに合っています。前半終了です。スコアは1対0。リードは1点です。前半終了。残るは45分。後半戦キックオフです。このパスは読んでいました。ディフェンダーがここで食い止める。サイドにスペースがあります。これはチャンス。シュートのコースを読んでいましたね。同点に追いつくチャンスを伺っています。どのタイミングでボールを前に入れてくるでしょうか。ここはサイドへパスを出します。タッチライン際にいいパスを出しましたが最後は相手ボールになりました。狙える位置です。綺麗なタックルです。このボールは外に出てスローインでの再開となります。ここは縦をつくでしょうか。サイドに展開されましたがここでカット。スローインになります。スローインが相手に渡りました。ここはどうしたでしょうか。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。
前に出しましたが気を抜けません。ロングスローを選択しました。キーパーがボールを弾いた。チャンスは続きます。スローインです。クロスを狙ってくるか。中央へのボールはクリアされました。いいところへ出した。うまく読んだインターセプト。カントナ、ドリブルで運びます。クロスを生かせませんでした。ホイッスルが鳴ってファールです。ソルラン、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、ボールを前に運んでいく。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ボールはゴール前へ。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。攻撃の流れを切ります。いいクリアでしたが、さらに拾われます。タッチを割ってスローイン。これは見事に奪いました。敵陣へボールを運ぶ。ボールはカットされましたが、まだチャンス。意図的なファールに見えました。イエローカードでしょうか。このファールにはイエローカードが出ました。直接狙えそうですね。これは惜しい。キーパーの頭を越えました。もう少しだけ落ちれば入っていましたね。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。さあどうだ。レフェリーはアドバンテージを取っています。サイドチェンジしました。笛が鳴りました。カードは出るでしょうか。ここはイエローですか。点を取る選手に出ましたね。人数が減るのも、得点を取る選手がいなくなるのもよくありません。気をつけてほしいですね。ボールをクリア。今日は最終ラインの壁として何度も跳ね返しています。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。スタジアムは大歓声。すごい熱気ですね。ここはチャンスですからね。相手にも大きなプレッシャーを与えています。さて試合は終盤を迎えていますが、チームは現在念願の優勝を射程に捉えています。まあ現状は問題なさそうです。あと少しですから、このまま突き進んでほしいですね。このまま終わってしまうのでしょうか。ここからどうするのか。チャンス。シュートのコースを読んでいましたね。これで同点にしたいところでしょう。コーナーから中へ。ゴールキーパーがダイビングセーブ。
しっかり集中できていますね。コーナーからスタートします。これはあるか。危ない場面もディフェンスがクリア。再びキッカーがコーナーに向かいます。ボールを入れた。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。このボールは重要です。このボールは相手にクリアされました。いいボールを送りたい。中央にクロス。前方に運びました。ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。いやー、うまい試合運びでしたね。リードを保って見事勝ち切りました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。